こんにちは、松山です。ケントです。メリークリトル。今年もこの時期がやってきたんですが、彼女は誰一人できませんでした。何がいけなかったんでしょうか。まあ、彼女はいいや。まあ、今一人女の子を家に呼んだんですけど、ちょっとクリスマスにちなんで、女子が一番びっくりするっていうか、女子が一番なんだろう、反応を示してくれそうなドッキリっていうのを思いついたので、サプライズでちょっとやってみたいと思います。ということで、まず女子を迎えに行って家に連れてきましょう。ちょい待ってて。前段差あるよ、段差あるよ。段差何になる？一歩入って、部屋に一歩入って、オッケー、そのままそのまんま、ちょっと待って、右足をもうちょい前、あ、オッケー、しばらく目つぶって。めっちゃ怖い。目開けていいよ。まず上、右、左、前。伝わますか？うん。ちょ、で、下。あ、バカ！死んで。ということで、死んでしまえ。クリスマスドッキリでした。私より軽いからって調子乗んなよ、アギ。それは分かる。それ俺と10キロぐらい違う。違うよ、だって違う、浮気だよ、重いの。だから荷物預かるよって言ったんだよ。これ軽いだから、こっちのが軽い、こっちのが軽い、今のが軽い。今のが軽いです。超やなんだけど。これは全世界の私の最初の配信されるんですか？いや、別にこんなとこ、こんなとこまで映すほどいいカメラじゃないよ。ということで、女子がびっくりするクリスマスサプライズでした。でも絶対真似しないでね。やだー。え、それだけ。本当に最低。このために呼んだんですか？うん、このために。うん、このためなんですか？そう。あー、クソマジで意味わかんねー。ご飯でも連れてくれるかなって思って、うん、すごいなんかちゃんとお出かけできるように、なんかちゃんと支度してくれる、うん、